はい、お久しぶりです。キリト君ですね。だいぶね、休んでたんですけども、まあ、他の動画とかでね、行ったんですけども、撮ってて、マイクがね、全然入ってなかった時があって、そっからもうだいぶ慣れちゃってですね、一回ちょっと挫折してしまったんですけども、だからね、エイリアン終わったんでね、ちょっと、またやろうかなと思ってますね。なんか、ちちこの、なんつうの、公共サービスなしみたいな、なんつうの、こういうの。何やってんの？貝殻探してんの？掘る。公共サービスなしのね、なんか、不具合が結構あったみたいで、あ、ベア、キャンディーね、キャンディーね。オッケー、遊び来ていいよ。いろいろあったみたいで、まあ結局なんか普通にプレイするだけになっちゃうかと思いますけど、ただね、ちょっと、あ、何、ちょっと、なんか、怒り入ってない？ちょっと待って。ほう。何？糞を落とされた。カモメ 嘘だろ？カモメに？カモメに爆弾を落とされてしまいました。バカじゃねえの、こいつ。あー、これ、あれかな。衛星下がったりすんのかな。まあいいや。キャンディ来るからちょっと心を静めて。怒りに任せた絵とか描けないんだね。まあ、どうしようかな。したら、ちょっとトイレだけ済まして。ね。キャンディーわかんない。キャンディーなんか疲れ切ってない？大丈夫？なんでそんな頭を垂れているの？おーす。でね、キリト君ね、ちょっと、あれ、なんですよ。ちょっと、なんか、公共サービスなしが使えない以上、おもんないなと思って、ちょっとね、自由人になるために、仕事、辞めたんすよ。で、今、無職なんですよね。悲しい。元気づけようと試みる。ちょっとどうした？キャンディ。悲しみに暮れているキャンディをちょっと慰め。どうだい？ああ、よかったよかった。元気。そう、だからね、キリト君もちょっと結婚したいんすよね。でもなんか、キャンディ、あんまり、そういう雰囲気になってくんないから、まだ早いのかな？もっと仲良く。でも、社交の意味下がってるから、ちょうど来てくれて助かったね。社交だけはね、人を呼ばないと回復できないからね。家族がいると、なんか勝手に会話して回復してくれるんだけどね。あ、ちなみにこの猫だまりの家で猫集まってきた猫たちも社交を回復するのに役に立ってくれてますね。で、まあ公共サービスなし特質は、まあそのまま。
あ、いたずら現行犯、プレゼントへのいたずらを見られた結果、いたずらも犯人とバレてしまえば、読めなかった、バレてしまえばちっとも愉快ではありません。恥ずかしいね。なんでそんなさ、キャンディーがいる前でやっちゃったの。うん、あ、どんどん仲良くなってね、そうやってね、社交性、社交性じゃねえ、社交回復したいからね。ちょっとお腹すいたね。じゃあ残り物取りな。ご飯なら会話しながらも食えるでしょ。うん。このシムたちはよく立って食うけどね、ご飯を。でもなんかキリト君は前のね、ケイコと違って割とこのテーブル使ってくれるんですよ、これ、ね、だから割と行儀はいいですね。うん。ああ、ありがとうね、来てくれてね。で、欲求はほとんど回復したから、どうしようかな。軽くシャワー浴びて、寝ちゃっていいのかな、今日は。で、キリト君は仕事がないんでね、もう。収入が絵を描くことでしか得られないんで、まあ、なんかちょっとしばらく絵を描かせてたんですけども、まあ結構これ仕事するより金になるんじゃないかな。十分だと思うな、これで収入は。うん、なんかいいよね、こう水上の家で。なんだここか、うん、こんなボロ屋だけど絵を描いて猫たちに囲まれて気ままに暮らす、時々泳いだりしてね、割といい生活してるんじゃないかい。ね、不便なところはあるけども、まあ、あれ割とね、絵描くだけで、まあそこそこ収入は得られるんですよ。うん。傑作が描ければ1800とかで売れるからね。1800シムオリオンとかで。うん、それ考えるとまあまあ、悪くないですよ。うん。じゃあおやすみ。あれもう起きていい加減、いつまで寝てんの。したらまあ寝起き一発目で絵を描いてもらおうかな。この自信のある絵っていうのがね、まあ100シムオリオン最初にかかるんですけど、まあ、描き上がりがね、だいたい400ちょいで売れたりするんで、380から400ちょいぐらいで売れたりとかするんでね。うん、これ売ってるだけでもまあ十分。今請求書が700シムオリオンぐらいなんで、まあそんぐらい絵何枚か描いただけで結構。ね、お金になりますからね。で最近ね、欠かさず毎日こうトレーニングしてるんですよね。この抱負、うん、痩せてんのかな、達成できた。うん、なんかアメコミみたいな絵描いてますけどね。ああ、うまいね。
仕事に行かなくなったら生活習慣がめちゃくちゃになったね。今まだ午前4時半だからね。これちょっと待って、今膀胱と空腹が下がってるから、まあこれ終わったらトレーニング終わったらトイレ行って飯を食って、みたいな流れでいいかな。衛生はそんなに下がってないかな。でもトレーニングすると多分ちょっと下がるから、そしたらそこをね、飯食った後に風呂入るみたいなね、流れでいいかな。で社交はベアのおかげで、ベアキャンディーのおかげでちょっと回復したから、まあいいとして、楽しさはまあ泳ぐなり猫と遊ぶなり、まあチェスでもいいしね。このゲーム機もテレビもない家で娯楽といえばそんなもんしかないんですよ。まあ、でも逆に言えば楽しさは回復させることができるからね。うん。だけど社交がね、ちょっと猫と遊んでもそこまで伸びないんですよね。なんか長時間やりとりしてくんないしね。まあペットじゃないからしょうがないんだけども。そういえばどうでもいい話なんですけど、最近部屋を片したんですよね。でちょっと部屋が死ぬほど広くなっちゃったんで、もしかしたらとか反響しちゃってるかもね。エイリアンの時はパーテーションで部屋区切ってねやってたんで、まあ多分そこまで前の環境と変わらないはずなんですけど、ちょっとこう顔出ししてない動画だとね、パーテーションつけてないんでね、ちょっともしかしたら音が反響しちゃってるかもしれないですね。まあちょっとこれ上げて、これも編集して上げてみないとわかんないんでね、編集して上げる必要はないけど、編集してる段階になんないと分かんない話なんでね、撮り終わってね。まあちょっと今日はあまり長く撮らないで短く20分前後ぐらいでね終わらせて、ちょっと様子見てみますけども、欲求は整ったな。あ、今の鳴き声はゲーム内の猫じゃなくて、あのリアルの僕の家の猫ですね。飯食うのっせな。もう食い終わってんじゃん。終わったらちょっとこれちょっと一回売っちゃおうか。これ2人、あ、509、あ、結構いい値段で売れるね。差額がまあ400シムオーリオンぐらいなんで、2枚書けば大体2、3枚書けばね、あの家賃も払えてしまうと、そういうことだね。もう1枚書いといて。じゃあ素晴らしいね。で1週間に2、3枚書けば、あの請求書払うだけならできてしまうってことだね。やっぱ仕事しなくていいじゃん。全然仕事より稼げるわ。
なんかキリト君はこうやって自由気ままに生きてる方がなんかそれっぽいよね。ああ体の方は維持できてそうだね。だいぶ痩せたんじゃない？最初の頃みたいなスリム感が戻ってきたね。もっとガリガリだった気がするけどね。この家筋トレマシンこれしかないからな。ちょっと家拡張してもいいかもしれないね。横に広げるか縦に広げるかだな。まあ無難に横に広げる方がいいのかな。ちょっと手狭だもんねこれじゃ。またキリクト君が結婚したらね、2階とか、まあ1階を横に拡張するのもありかなって思うんだけど、ちょっとね、今の状況じゃな。あ、もう絵描けたの？じゃあそれ売ってみて。あ、443か。いや、それ片付けてからでいいわ。置いちゃうんだ。ごめんね、なんか途中で指示出しちゃったから。うん。じゃあそれ片して。じゃあ、ね。あ。そろそろ20分経ったな。じゃあ、今日はこの辺でいいかな。うん。じゃあ洗い終わったね。じゃあちょっとこのままもうちょっと遊びますけど、まあ動画はこの辺でカットしますかね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。